それはいいです。今日はサガン鳥栖所属の岩崎優斗選手のオフに一日密着させていただいてます。はい、よろしくお願いします。社内でいろいろ聞けたらと思うので。はい、何でも聞いてください。普段オフはどういう過ごし方をされることが多いんですか？家にいてゲームしたり YouTube 見たりするよりかはドライブしたりとかカフェ行ったりしてます。福岡めっちゃカフェ多いんでおしゃれなカフェ探して行ってます。今日もカフェ巡りということで、まあ、今から糸島に向かっていいカフェがあれば今日行って顔出して行きたいなと思います。さっきチームラボ行ってかなりハードに疲れました。もうはしゃぎすぎましたね。柳田選手とスプリント対決したりとかバッティングとかいろいろやったんですけどなかなか難しかったですね。野球選手になれないなと思いました。何が楽しかったですか？何でしたっけ？すべぞ行こぞ行くぞ福岡あ、いいぞいいぞ福岡なんかな。何やったっけ最初に行ったチームラボが一番感動したかな。いろんな色のカラフルな感じで、まあ、インスタ映えっていうのもあったんで結構インスタ映え系のスポットは僕も好きなんでチームラボが一番楽しかったかな。カフェ巡り以外でやってることとかもしあったら。カフェ巡り以外か。家で時間あったらダンスの振りを覚えたりとかしてそれがリフレッシュになってますね。結構メンタルのコントロールがめちゃくちゃ大事やなって思いました。体のコンディションも大事ってスポーツ選手言いますけどメンタルが整ってないと体も整ってこないんで大事やなって思いますね。ありがとうございます。ん時差あったけど大丈夫ですか？ありがとうございます。なんかいいぞではしゃぎすぎましたね。楽しかった。いいぞマジ楽しかった。あのラボ入ってる時とか楽しかった。正直はしゃいでしょいたもん。クッションのとこね。クッションのとこ好きなおやつですか？質素な素材みたいなおしゃぶり昆布とか干し芋とかそういうのはおやつで食べてます。あ、食事とかは気を使われている？糖分取りすぎても良くないし、でも試合前はご飯ちゃんと食べなきゃダメじゃないですか炭水化物でも。その他で取りすぎちゃうと良くないって聞いたんでバランスは結構気にしちゃいるんですけど、一人暮らしなんでご飯は結構難しい。まあでも檜山の選手カフェのおばちゃんが毎日作ってくれるんですごい助かってます。もぐもぐしながら大丈夫ですか？でもオフなんでありのままでお願いします。はい、もうあんたのせいでめちゃくちゃ忙しいわよく言われるんですけど、うん、結局嬉しそうっすね。人とのつながりが増えてる感じするんですよ。人と関わるのが好きな方だと思うんで鳥栖に来る機会があったら行ってみてほしいっすよね。あのおばちゃんに会ってほしいっす。なぜそれだけの関係になったのか。まあなんか最初は去年いた和田亮っていう先輩に連れてってもらってで2回目一人で行った時に話しかけてきてくれて一人暮らししてるっていう話になってご飯どうしてるのって聞かれて困ってるんですって言ったら食べにおいでよって言ってくれたところから関係が始まったんですけど、関係が始まったってのはちょっと嫌やな。なんかちょっと嫌やけどなんかな。多分初めてご飯食べに2回目かな家にお邪魔させてもらったんですよ。でその時ぐらいからいろいろ話してめっちゃ仲良くなりました。家にお邪魔させてもらうっていうのはめったにないことやったから俺も嬉しかったし、それぐらい仲良くしてもいいって思ってくれてるんかなって思ったからめっちゃ嬉しかったですね。鳥栖に来てからほんまにいい出会いしかないですね。マジでどうですか鳥栖という街は。スタジアムがあんだけ駅の近くにあって見に来やすいスタジアムじゃないですか。街自体が鳥栖を応援してるっていうので一体感っていうかファミリー感強いチームだなってそう思いますね。行ってみたい場所だったりとか行って良かった場所とかなんかありますか？それが全然行けてなくてあんまり分かんないんですよ、ね、何があるかとか。皆さん教えてください。教えてほしい。まあ、でも鳥栖に来てマジで良かったです。これめっちゃ思う。去年の夏札幌から千葉へのレンタルでその契約をやめて札幌から鳥栖へのレンタルってなかなかないじゃないですか。半年で違うところにレンタル行くって鳥栖はレンタルで取ってくれて結構行き詰まってた時期あったんで三橋さんが試合に使ってくれたおかげで今があると思うからあのタイミングでやっぱ鳥栖に声かけてもらったのマジで救ってもらいましたね。京都いる時やっぱ仙藤くんと小山津くんも去年いたじゃないですか。そういう人たちもいて、まあ、パギくんだったり奈々くんもそうですし、まあ、パギくんと仲良くなってこうやってトリツさんとも新しいこうやって LINE ライブとかも始められたし、去年の夏から鳥栖に来ていろいろ自分の周りいい活
風が吹いてるっていうか、メンタル的に、まあ、きっかけは何か分かんないですけど、いろいろ重なってだと思うんですけど、パギさんとか、まあ、ケイヤ君も小山津君もいたし、去年の夏からまたサッカーできたっていうのも良かったなと思います。ありがとうございます。時差すごいっすね今日。好きな食べ物3つ教えてください。いきなり好きな食べ物3つ。牛、いや牛、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 鳥、鳥、馬。豚じゃないんかい。馬が一番好きっす。馬一。じゃあ嫌いな食べ物。嫌いな食べ物っすか。嫌いな食べ物はあんまりない。何でも食べれます。強いて言うならパクチーはあっても自分から食べたいと思わない。 でも食べれます全然。嫌いな食べ物はないっすね。ないんですね。ないです。高校サッカーの時の話、まあ、覚えてないよ。世代別代表も入ってたし、まあ、メディアとかもかなり注目していた、されていたと思うんですけど、まあ、当時まだ高校生、まあ、さっきメンタルが大事って言ってましたけど、まあ、まだまだ、まあ、今より経験も少ないわけで、けどあれだけ注目を浴びたりしていた時の心境だったりお聞きできたらと思うんですけど、プレッシャーとかやっぱあったんですか？いやもうプレッシャーめちゃくちゃありましたよ。もう高校3年生の時なんかアンダー19のアジア大会で優勝したんですよ。それでワールドカップ決まったんですけど、その後の選手権やったんでチームでもトップタイの得点みたいなんで記事とかも取り上げられてて、で選手権で1回戦で1船と当たって、もう絶対結果残さなきゃいけないみたいな雰囲気やったんで、なんか嫌でしたね。その試合前とかもアップの時からもうカメラに追いかけられて、試合の始まる前までずっとなんかこう密着みたいなのされてたんですけど、全然集中できなかった記憶があります。やっぱカメラに撮られてるとサッカー中とはいえ気になるじゃないですか、見られ方とか。めっちゃ嫌でしたね。でまあ結果点も取れず、まあ、惜しいシーンは何回かあったんですけど、結果残せず 0-1 で敗退っていう、何も爪痕残さずの敗戦やったんで、まあ、その後の方が落ち込みましたね。落ち込んだっていうか嫌でしたね。注目されて何もできなかったっていう、情けなさ、悔しさ、いろんなマイナスな感情が込み上げてきたのは。やっぱ学生スポーツとなると、ここで部活としては引退、なかなか切り替えるのが難しいじゃないですか。今ももちろん試合に勝ったら喜べるし、まあ、敗戦したら悔しい、まあ、ただ次が来る。今もプロとしてやってきていて、シーズンが終わったらまた次のシーズンがっていう、次に向けて嫌でも切り替えないといけない状況じゃないですか。でも当時高校の時に、まあ、かなりメンタル的にもやっぱ来たと思うんですけど、そこはなんか切り替えられたきっかけだったりとか、どんぐらい落ち込んで時間を要したのとか。選手権めっちゃ普段に負けてもう引退っていう形だったんですけど、終わってもうすぐ参加決まってたんで、参加の練習に行かなきゃダメだったんですけど、プロの選手とコミュニケーション取っていく中で自然と解消されたかなっていうのはあるんですけど、まあでも負けて1週間ぐらいは、選手権前はメディアとかいろんな人が自分の周りにいたはずなのに、負けた途端に自分の周りが静かになったのは寂しかったし、注目されてる時とされてない時の差っていうのをプロになる前に感じて、プロもこういう世界なんだろうなっていうのはそこで思いましたね。でもやっぱり学生時代にそういう経験があって、で、まあ、プロでも悔しい経験もして、やっぱそういうのが今に生きてる、まあ、メンタルをコントロールするっていうところとかも含めて、うん、そうですね。うまくいかないときはうまくいかないし、注目されたらバーンってされるじゃないですか。なんでそこの割り切った感じっていうのはもう慣れましたね。ありがとうございます。じいさん、じいさん、ちなみにダンス、うん、お得意だと思うんですけど、いつからああやって踊るようになったんですか？小さい頃からめっちゃダンス、音楽が好きで、今は普通にみんなの前でもおちゃらけた感じ出せますけど、昔は結構シャイだったんで、家族の前でしか変顔とか音楽に気持ち悪い動きして乗るみたいなのができなかったんですけど、家族の前でやってて、そういうのでダンス得意になりました。めっちゃ気持ち悪い動きして家族の笑いを取るみたいな末っ子の役目でしたね。ご兄弟は？お姉ちゃんが一人います。ぽいな。ぽいですか？でめっちゃ言われますね、お姉ちゃんいるやろ。2年前とか3年前のダンスしてる動画とかも最近見たんですけど、全然動き硬いですね。だから最近になってダンス上達しました。なぜ？いや、わかんないです。やり続ければ、やり続ければ何事も成長するってことですね。でも俺継続ってこれマジ武器やと思います。自分の大事っす、継続。
マジで大事、大事です。試合に出れなくなった時にもう練習を 100% でやるのをやめちゃう選手って結構いるじゃないですか。それやったらマジ終わりやと思うんですよ。結局そういうやる気なくなっちゃうのって見せんようにしてても一個一個のプレーで監督って絶対気づくと思うし、そこで止まる？ちょっと恥ずかしくなりました、ね、いやいやいや、でもそれってサッカーに限らずだと思うから、いい時はみんな頑張れるし楽しいけど、札幌にいる時にスタメンゼロで途中出場もロスタイムとか残り10分とかで8試合なんですよ。あの時にふてくされず頑張って練習してよかったなって思います。周りに支えてくれる人がおらんかったら多分やめてたと思うんですけど、今トレーニングジャルタでトレーニングしてるじゃないですか。トレーナーが毎週大阪から札幌まで毎週来てくれてて、ずっとこのモチベーションを引き上げてくれたんですけど、まあ、そういう人の支えもあって辞めずにふてくされずにできたのは今にめっちゃ生きてると思います。今シーズン試合にコンスタントに出場してコンディションが維持できてるっていうのに絶対つながってるって感じます。だから継続が大事、支えがあってやってこれたっていうところなんですけど、感謝の思いが支えてる側の人にもなんか伝わってる気がしてて、ほんとね、まあ、こういう話するのもあんま良くないかもしれないですけど、俺マジ嫌いになったんですよサッカー。もうほんと人と話すのも嫌だし、例えば先輩とかに誘われてもいやちょっと今日いけませんみたいな、人と関わるのが嫌になってほんまに鬱みたいな感じになったんですよ。まあでもそのトレーナーだけはなんかこうトレーニングも好きやからちゃんとトレーニングだけは続けてたんですけど、励まし、気使ってくれてる感じもあるんですけど、そういう励ましの言葉をもらってそれがめっちゃ支えになったんで、鬱になりそうな時はやっぱ人とかからなあかんなと思いました。信頼できる人と、そういうのもあってトレーナーにはマジで感謝ですね。信頼できる人がいるのって本当にありがたいこと。いい時に寄ってくる人はたくさんいるけど、そういう時に助けてくれる人めちゃめちゃ大事じゃないですか。高2の時からそのトレーナーには見てもらってて、それも高校の監督がそのトレーニングを始めてくれなかったら出会ってないわけで、いろいろタイミングとか含めて、まあ、高校の監督にも感謝ですし、プロに上がってもそうやって見続けてくれたトレーナーにも感謝ですし、まあ、感謝っていうか、まあ結果を残して活躍して、まだ J リーグで何もしてないんで、活躍して気持ちを表現できたらいいなって思いますけど、札幌時代の岩崎優斗に会ってみてほしい。札幌時代に LINE ライブとかやってたらめっちゃおもろかったと思います。でもこれから例えばトスで今こうやって試合に出てますけど出れなくなってた時にどうなるんかが楽しみです。自分がメンタル的にも人と関わるのも嫌になったし、まあ、ほんまにこう休日もこんだけ外に出てなんかするのが好きなのに家こもってどこ行くのも一人やし、次そういう状況になった時に自分がどういう行動を取るんかっていうのはすごい楽しみですね。まあ、そういう試合に出れないっていう状況にならないのが一番ですけど、こればっかりはタイミングもサッカーもいろいろ難しいんで絶対あると思うから、どうなんだろう、電話しよう、プリチンにプリチンに電話しよう。あ、でもそれで人に頼るっていうところも簡単そうで難しかったりする。いや、そうですね、やっぱそれができるのもその人の力持ってるものだと思うんで、その札幌行くまでは自分が追い詰められるまで苦しい経験をしてこなかったんで、サッカー人生で人に辛いっていう気持ちを表現するのがプライドが許さへん、なんかそれもさえも恥ずかしいって思ったんですけど、苦しいことを経験して悲しい気持ちとかを人に伝えるのが多分上手くなりました。札幌に行って失敗やろみたいな結構言われることもあるし、あそこでちょっとつまずいたなみたいなも言われたこともあるんですけど、人として成長できたから全然 OK って感じ。なんかいろんな思いが、でもこれも LINE ライブのおかげだわ絶対。今までこんな喋れなかったですもん、人の前でっていうか自分の気持ちを言語化するのって難しいじゃないですか。今も全然ありきたりな言葉でしか表現できないですけど、 LINE ライブ初めてインタビューとかでも喋れるようになってるんで、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあカフェ行きましょうか。行こう。萩さんいる。すごい、かわいい。いただきます。
ます。オフの時は食べますね。こういうシンプルな感じだったら食べます。クリームがナッツになってるとかじゃなくて、とかじゃなかってパンちゃんと切って食べなきゃダメですか。重い。それはやばい。それはやばいか、さすがに。ハンバーグ切って出てきてほしい。ナイフ持つと緊張しちゃうんですよ。これでいいのかな。美味しい。うまい。うまいか。そうそう、生地って感じ。